さんこんにちは、ふみです。今日はポールダンスのトリックでバタフライというトリックがありますが、逆さまになって足を伸ばして結構見応えがあるトリックなんですけれども、見応えがある割には意外と簡単にできますので、その練習方法やトリックの方法について説明していきたいと思います。こちらのバタフライなんですが、まず逆さまになって片方の足をポールから離して遠くに伸ばして綺麗に見せる、まあ、名前からしてすごく華やかなトリックにはなるんですけれども、見応えがすごくあるトリックになりますので、ぜひチャレンジしてみてください。レベルとしては初心者からできると思います。基本的には逆上がりができる方にはなるんですけれども、逆上がりができればもうちょっと頑張ればこのバタフライできると思いますので、初心者の方も、そして中級者の方もまだやったことないという方はぜひチャレンジしてみてください。ではですね、最初にバタフライがどんなトリックなのかということで、今からご覧いただければと思います。今日はバタフライができた方はエクステンドバタフライまでやってみていただければと思いますので、バタフライとその続きでですね、エクステンドバタフライまでお見せしていきたいと思います。これがバタフライです。そしてこちらがエクステンドバタフライになります。お部屋が狭いのでちょっとぶつかってしまいましたけれども、少しスペースのあるような会場であればですね、もちろん会場にとってはあまりスペースに余裕がないところもあると思うんですけれども、天井を含めてですね、ヒールを履いていればヒールの長さ含めて結構余裕のあるスペースで踊るときには、このエクステンドバタフライまでチャレンジしてみていただければと思います。していきたいと思います。まずは逆上がりができることが最低条件にはなるんですけれども、逆上がりをします。これは右左こちら側が得意な方、こちら側が得意な方、どちらもいらっしゃると思いますので、それはどちらでも構いません。まずは逆上がりをしてください。そしたら両足でポールを挟みます。ちょっと上下天井というか逆ですけれども、普通に登る時と同じようにポールをこのように挟みます、はい、挟んだら、まあ、ただ挟んだらこんな状態になっているんですけれども、しっかりとグリップはちょっと後で説明しますが、グリップをして、あのお尻をですね、はい、このように離していきます。その時に胸まで一緒に離さないことですね。胸はつけておいた方が綺麗に見えます。そして足を後ろに伸ばしていくという、この流れが大きな流れになります。ではですね、実際にやりながら説明していきたいと思います。ちょっと滑り止めをですね、ちゃんとつけてボールをですね、きれいに拭いてから皆さんも練習してみてください。まずは逆上がりですね。逆上がりしました。足でポールをグリップします。そしたらお尻をポールから離しますが、胸はつけます。そしたら片足を後ろに持っていきます。これがバタフライになります。はい、その時のグリップですね。グリップは上の手は普通のグリップですね。4本指を揃えますけれども、下の手は4本指ではなくて人差し指だけまっすぐ伸ばすことでストッパーになりますので、これが逆さまになっている状態ですね。この状態で実際にはこんな
形になりますけれども、こういったグリップにしていきます。人差し指が出ていないとこのままズルズルっと落ちていきやすくなりますので、必ず人差し指をストッパー代わりに伸ばしてください。ではですね、もう一度説明しながら今度はエクステンドバタフライまでやっていきたいと思います。エクステンドバタフライというのはポールに絡めていた足の方ですね、絡めていたのでこんな風にですね、膝の内側から足首のところまでですね、かかとのところまでポールに絡んでいて、片方の足は後ろに伸ばしていたんですけれども、この絡めていた足を伸ばしてスルッと落ちないようにこのかかとのところでストップをしてください。でないと落ちてしまって、怪我になります。安定感と筋力がある方は離れてしまってもそのままキープできると思うんですけれども、結構ですね、初心者の方、初級中級の方は片方まだついてないと非常に怖いと思いますし、一度落ちたら大変な怪我につながる可能性があるので、必ずちゃんと安全を確認してですね、練習を進めてみてください。今説明した内容を実際にやりながらもう一度説明していきたいと思います。見えやすいようにですね、ちょっと角度が悪いと見えにくいところがあるので、今スピンポールに切り替えました。スピンしながらお見せしたいと思います。まずはですね、逆上がりです。そしたら足をポールに絡ませます。でグリップですね、下の手は人差し指を下にします。お尻を突き出したら胸をポールにつけて足を伸ばします。そのまま両足を伸ばしてエクステンドバタフライまで行うことができます。ちょっとしゃべりながらやると結構しんどいですね。今体重が重たいのでハハ言ってますけれども、腕の筋力にまだ自信がない方ですとか、足を離すときにふらついて怖い方は一度安全なポジションに戻ってもう一度、練習を一からやってみてください。危ないと思っているのに、やはり逆さまになっているので危険が伴います。危ないと思っているのにチャレンジすると転倒する可能性もありますし、落下する可能性もあるので、必ず安全を確認しながら行ってください。はい、では続いてもう一度ですね、今度は説明なしにそのままやってみたいと思います。スピンポールでやってみます。エクステンドバタフライすると足がちょっと当たってしまうんですけれども、せっかくなのでヒールを履いてやってみたいと思います。ヒールを履くと、足がもっと長くなるわけなんですけれども、ヒール自体が20センチぐらいあるのでですね、ちょっとぶつかる可能性は十分あるんですが、見応えが全然違いますので、その差をですねご覧いただければと思います。